マーケティングとかセールスって言葉にね、苦手意識があるとか嫌だなって思うのであれば、ぜひ今回の動画最後までご覧ください。 以上は、ヒートルフリップ太郎です。いつも私の動画をご覧いただき誠にありがとうございます。初めて私の動画じゃなくてチャンネルをご覧いただく方はね、ぜひチャンネル登録とね、あといいねの高評価していただけると嬉しいです。ちょっとね、更新が久々になってしまったんですけれども、ちょっとね、引っ越しをして色々バタバタしていたらね、ちょっと間が空いてしまったんですけれども、ちょっとね、新居に、ね、引っ越してこの環境でね、またガンガン動画撮っていこうと思いますので、今後もね、よろしくお願いいたしますという形でね、今日も久々に動画撮っていきたいなというふうに思います。で、今日のね、 あのテーマはですね、売り込みをしなくても自然に売れるマーケティング戦略というテーマでお話をしていきたいなというふうに思います。まあ私もね、サラリーマンの頃とか、まあそれこそ学生の頃とかって、なんか営業マンとか、そうね、あのセールスマンとか、まあマーケッターって言葉はあま僕も知らなかったですけれども、そのやっぱ昔って、なんかセールスをするとか売り込みをするっていうことに僕はすごくなんか抵抗があった。まあそんな仕事なんて絶対にしたくないと僕は思っていたわけです。 ですよね、まあそう思ってる方ってやっぱり多いのかなと思うんですけれども、えー、なぜそう思うかっていうとやっぱりそのこれまでのセールスのやり方、まあ、マーケティングとセールス、まあ、似たようなものですので、まあ、それをひっくるめてお伝えしたいなっていうふうに思いますけれどもやっぱそれって別に欲しくもない商品をなんか電話かけたりとか急にピンポーンっつってねやってきてこんなんどうですかみたいな自分が求めていない商品をなんか無理に押し売りしてくるみたいなことがあるもんでそのなんかマーケティングとかセールスっていや だなって思ってる人が多いんじゃないかなっていう風に思うわけですよ。だから世の中のなんかね、マーケティングっていうものに対するイメージって、僕はね、あんまり良くないと思うんですよね。マーケッターとかマーケティングしてる人って、なんかそのうまいことやって。 で、なんかそのあんまりしょぼい、あんま良くないしょぼい商品をさももっといい商品かのように見せかけて、なんか世の中にね、あの、うまいこと売りさばく人でしょ、みたいな、そういったなんかね、あんまり良くないイメージがある人が多いんじゃないかなとね、世の中的には思われてんじゃないかなと僕は思うわけですよ。でも僕はですね、このオンラインの世界で、まあオンラインマーケティングというものを使ってですね、まあ、僕なんかセールスねあ、別に好きじゃないですし、今でも全然ね、人前でなんかセールスするのとか、 すげえ苦手なんですけどでもこのオンラインの,その世界そして今の時代のトレンドを活用することによってですねあのすごくまあ簡単に売り込みをしなくても、まあ、最低限ねこんな商品ありますよっていうことは言いますけれどもなんかハードな売り込みをして今日はか買うまで返さねえぞみたいなそういったねやばい売り方をしなくても、まあ、向こうからお客さんがやってきて「ヒルトルさんどうすればもあなたの商品買えるんですか?」どうすれみたいな形で向こうから買っていでか にね、お金払わせてくださいって言っていただける,だけるような、えー、そういったね、あの、マーケティング戦略、セールス戦略が可能になって、えー、ね、いる、いるわけなんですよ。まあ、そのね、えー、やり方について、僕が行ってきた施策についてね、今日はお話をしていきたいなというふうに思います。でね、まあ、僕が参考にしているね、アメリカの有名なマーケッターの人が言っていたんですけれども、そのちょっと彼の言葉をね、紹介したいと思いますけれども、すべてのマーケティング活動っていうのは、人の役に立つことをしなさいと。 ね、人の役に立つ、ね、メッセージとかコンテンツ、情報を届けることが最高のマーケティングなんだよと。だからその広告とか、ね、ランディングページとか、ね、無料のコンテンツとか、セールスビデオ、セールスレターとか、ウェブセミナーとか、ね、今の時代にね、その活用できる、まあ、全てのマーケティング、セールスの場において、まあ、人の役に立つ情報を、ね、提供するのが一番簡単なね。 マーケティングセールスのやり方だよっていうことを言ってきて、言っていてね、あの、本当にその通りだなと <laughs>。むしろ、むしろっていうか、僕もまさにそれをずっと実践してきたからこそ、この業界でね、それなりの地位をね、手に入れることができたんじゃないかなっていうふうに思ってます。で、例えばですけれども、これね、今 YouTube でね、あのね、配信していますけれども、YouTube なんてまさに、そのね、わかりやすい例なわけじゃないですか。例えば僕のね、YouTube、例えばその海外のツールとか、ね、なんかセールスファネルのつく 言り方とかね、えー、facebook 広告とかそういったねマーケティング広告のやり方なんかをその分かりやすくねあの <laughs> 分かりやすくって自分で言うのもあれですけれどもまあできるだけねあの他に乗っていない日本でないようなコンテンツをそのね僕人と同じことやるの好きじゃないんでなんか人がまだ解説していないようなコンテンツとかをまあこれまでね積極的に出してきたわけですよでそれ見てね あ、そ、ね、あ、こういうことなんだと。あ、すごくわかりやすくお伝えしてくれてる、解説してくれてる、いい人だな、みたいなね。あ、この人すごくね、わかりやすいな、っていう形で、まあ、そのね、僕のことを知らない人でも、まあ、YouTube とかね、まあ、他の媒体でもそうかもしれませんけれども、まあ、僕のことを知っていただいて、あ、なんかちょっとね、あの、いいやつだな、みたいな、なんか外人でね、日本語下手そうだと思ったけど、日本語できるじゃん、みたいな。<laughs> 僕日本人ですんで、日本語ネイティブですから、あれなんですけれども、まあ、そういう形でね、好きになってもらって信頼関係築いて てもらうとそのなんか向こうからいやヒルドルさんなんかどんな商品売ってるんですかどこで商品買えるんですかどうすればもっと直接ねなんか質問とかね受け付けてもらえるんですかコンサルとかしてもらえるんですかみたいな形で向こうからなんか勝手に商品欲しいですお金払わせてくださいみたいな形でねありがたいことにねお客様がやってくるわけですよでこれねね youtube のおかげなじゃないですか youtube で先に役に立つコンテンツを提供してるもんでね先にね価値を提供して してるもんで、じゃあそれにね、あのね対してお金払わせてくださいみたいな形で、まあその売り込みをしなくても自然と商品が売れることがね、あの現実になっているわけですよ。これこのやり方、これもマーケティングじゃないですか。ウェブマーケティングのやり方ですよ。ね、マーケティングって、まあ、さっきの話にも近いですけれども、マーケティングって本当に何かっていうとなんか売り込むことじゃないわけですよ。ね、マーケティングはなんかね、しょぼい商品をさももっといいもののように見せかけて売り込むことでしょうって思うことね。 ってるね、えー、人もももいるかもしれれませんけけども違うわけですよ、ね、それはマーケティングの悪い活用の仕方なわけです。で、もっと良いマーケティング、ね、あの、あるべきマーケティングってのは、そのファンを作る、ね、あの、多くの人に知ってもらってね、さっきも言いましたね、知ってもらって好きになってもらって信頼してもらうってね、えー、そういったステップがあるって言いましたけれども、えー、ね、本当に関係性を作る、ファンを作ることがマーケティングなわけですよ。なので、僕がこうやってね、YouTube で動画アップしているのも、別にね、 広告とか一切貼ってないわけじゃないですか。広告なんて僕のね、あの動画には基本的に貼らせないですよ。ね。なぜなら僕が商品持ってるんで、人、他の会社の広告なんて貼らせないですよ。これ自体が広告なもんで。ね。でも、そのやり方をなんかいやらしいですねとか言う人っていないわけじゃないですか。 ね。なんかそのマーケティングっていうのは広告でね、なんかしょぼい商品をなんかもっとよく見せて売ることなんでしょって思ってる人が多いと思うんですけれども、こういった YouTube とかね、まあコンテンツマーケティングって言われるかもしれないですけれども、まあ YouTube でもブログでもね、他のショートムービーとか Twitter とか何でもいいんですけれども、そうやってまず先に価値ある情報を提供してファンになってもらうっていうのも、本当に素晴らしいマーケティングのやり方なわけじゃないですか。 で、ま、本当にね、ありがたいことに YouTube ってのは、そのやっぱ検索に引っかかる検索エンジンですから、ね、そのやっぱ去年までの動画とかもね、たくさん今年も再生されて、まあ、そこからお客様がね、あの、勝手に集まって、ね、素晴らしい動画ですね、役に立ちました、商品買います、みたいな形で、まあ、僕のね、事業の売り上げに貢献しているわけですよ。そういう形で、そのやっぱ YouTube とかね、そういったそのコンテンツを提供するって、ね、特にみんな今の時代動画を見るね、ハードルがね、すごく下がって、 みんな当たり前のようにね毎日動画見る時代になりましたけれどもまあそういった時代にねまあ別に僕なんか再生回数とかチャンネル登録者数がねあの大きくすることは目指してないんですけれどもまあすごくねマニアックな世の中のすごくごく一部の人だけがまさに私のための動画だと他では解説していないコンテンツをこの人だけは教えてくれるみたいなまあ、そういった動画をね細々と今後も出していこうと思ってるんですけれどもまあそういうねあの役に立つ情報を 教えるっていうのが最高のマーケティングですんで、ぜひあなたもね、なんか商品売れないなとかですね、どうやってこの商品を売っていこうとかね、これから独立してね、ちょっとコンサルタントとしてね、とかオンライン講座で売って食べていきたいと思ってるんだけど、どうすれば売れるかなって思ったら、そのやっぱその自分がね、いかに売れるか、売るかっていうよりかは、まずね、先に役に立つ情報をね、提供してファンになってもらう。 ね、ファンになってもらえれば、ね、別になんか無理に売り込まなくても、ね、こんな商品作ったんす、みたいなね、あの、さっきね、これまでもいろいろ説明したき、来たけど、あの、もっと深く知りたい人とか、僕に直接質問したい人は、ぜひ買ってくださいね、って言えば、まあ、買うわけですよ。 で、その売れない人が、そうね、なんかいろいろテクニックを使って売ろうとするわけなんですけれども、そのやっぱ先にね、価値を提供していないで、そのお前誰やねんと、お前のこと本当に信用できるのかなっていう、まだ信頼関係がね、確立できていない状態で、なんか売ろうとしてる人は、まあそりゃ売れないですよねっていうお話ですので、まあそのね、まあ YouTube なんかも有効ですし、ね、僕なんかもいろんなね、あの無料の PDF とか、こういった書籍なんかもね、まあこれ書籍もね、送料だ 390円払っていただければ無料であげますよってね、あの、一応世界中どこでも郵送してるんですけれども、あの、そういう形で先にね、価値を提供してるじゃないですか。 ね、とか、電子書籍とか、ウェブセミナーとか、ね、でも価値をね、できるだけなんか、ね、役に立つ情報を少しでも提供しようと思ってますし、まあ、それこそ、セールスビデオ、ね、セールスビデオとかでも、例えば、私最近こんなことやって、まあ、こんな結果になりましたよ、うまくいきましたよ、とかですね、まあ、海外の人はこんなことやってね、うまくいってるらしいっすよ、みたいな、まあ、そういった何かしら役に立つ情報を出して、ね、特にね、自分がやってみてこんな結果になりました、 で、まああなたもちょっとそれ真似したくないすか知りたくないっすかと。ね、直接ちょっとね、僕が回答しますよ。教えますよ。まあこういった講座ありますとか、こういったオンライン講座あります。よかったらどうですか申し込みはいつまでですよって言えば、まあそれはね、売れてしまうわけですよ。 ね、そりゃもっとなんかすごくね、頑張ればもっと売れるかもしれませんけれども、まあ別に頑張らないで、肩のね、あの力をリラックスしてですねあ、こんな商品ね、まあちょっとこんなことあってこんな結果になって、なったんだけれども、あなたもこういった結果知りたくないですかみたいなね、そういったセールス、まあいきなりセールスするのもね、関係性ができていれば全然セールスしてもいいんですけれども、ちょっと新しいね、広告とかを使ってね、新しい、まだ関係性がそんな気づけてないお客さんにね、 セールスをする際は、えー、最近こんな結果になりました。ね、こんなことをやったらこんな結果になったんですって言えば、あ、そうなんだ。えー、勉強になるなって、ね。少しでも価値を提供できるじゃないですか。その上で、こんな商品いかがですかって言えば、必ずね、あの、一定数の人、まあ、100人のうち、まあ、そうね、10人も買わないっすよ。 ね、あの、やっぱり9割以上の人は商品ってね、あの、買わないわけなんですけれども、そのね、あの、やっぱり買わない9割の人も、あ、なんかいいこと言ってるなと、まあ、今回ちょっとお金はね、あの、払わないけど、とかちょっと高いけど、とかね、ちょっとタイミングが悪いけど、とか、まあ、いろんな理由で買わないわけじゃないですか。 全員が買うことってないんで、まあそれはしょうがないんですけれども。なので、まあその時は買わなくても、まあその次のタイミングで買っていただいたりとか、あ、なんかこんなことやってる人いるよってね、他の人を紹介してくれたりとか、ね、その、もちろん買っていただくのが一番ね、僕も商売ですから嬉しいんですけど、そのね、役に立つ情報をね、出してセールスをしていれば、まあその時買わない人もね、あの、なんか別のタイミングで買おうかな、みたいな形で、その次につながるわけですよ。 っていう形でね、そのやっぱり、まあ、こういった役に立つ情報を提供した、することが最高のマーケティングね、そしてセールスですよっていう話は、今インターネット上でこういった動画とかね、ライブ配信とか、電子書籍とかブログとかね、音声もそうですし、まあそういったデジタルコンテンツというものを誰でも発信できるようになった時代だからこそね、より効果を発揮しますよね。なんかそのチラシになんか書いて配っても限界はあると思いますし、そのなんか 本をね、自分でね、出版するのもお金かかるし、ね、今まではね、そのコンテンツを先に届けろっつっても、まあ、ちょっと限界はあったわけじゃないですか。でもそれが別にお金をかけなくても、ね、こういった YouTube とか、ブログ書いたり Twitter とかでね、ね、ショートムービーでもいいし、まあそんな形で今の時代ね、そのやっぱ動画とか、こういったね、音声でもいいし、まあブログでもいいんですけれども、そういったコンテンツというものを多くの人がね、そのやっぱり自発的にね、そのやっぱり見ている時代で、 ですから、その僕みたいな人間が、まあおかげさまでね、うまくいってる。まあ僕がうまくいってるっていうことが、まあこういったね、役に立つ情報を先に提供することがね、あの、すごく結果が出るんだよと、ね、あの、変に売り込みをしなくても、まあ楽して自然に売れちゃうよっていうね、えー、そういったマーケティングがうまくいってる、うまくいくってことのね、まさに証拠だと思いますので、なんかその商品が売れないなとか悩んでる方はですね、まあまず先に価値を提供してください。みんなすぐにやっぱりね、 なんか 価値を提供するね、ちょっと今金ないもんで、ちょっとさ、できるだけね、キャッシュね、あの、ゼニコを手に入れたいもんで、ね、あ,あの、もうすぐに売っちゃおうみたいな、ちょっとコンテンツ、無料コンテンツしょぼいんだけれども、すぐ売っちゃおうみたいなね、そういったお金を優先するもんで、そりゃ売れないよね、と、ね、いうお話になるわけなんですけれども、まず先に、いや、自分こんなことやって、こんな結果になりましたよ、とかね、その、みんなね、海外のツールの使い方知らないんだけれども、いや、簡単に使えるし、これ使うとこんなこと、 とかできるよっていうね、えー、そういったね自分の体験談とか知識をお伝えしてきたもんでそのねあの僕がうまくいってるのかなっていう風に思いますのでぜひねそのやっぱりそのね受け取るためにはまず自分が価値を提供しないといけないよとねテイクするためにはまずギブしないといけませんよというのがねそのやっぱりビジネスも人間関係ですからまあ、プライベートのね恋愛とかとも人間関係と一緒でそのやっぱ相手を楽しませ で、ね、そのやっぱりコミュニケーションをするもんで、ね、そのやっぱり最終的な目標にね、達成できるわけじゃないですか。なんかお金が欲しいもんで、そうなんとか契約を取るために、そうなんかお客様をちょっと騙すような調子いいこと言って、あれもできますよ、これもできますよ、みたいな。まあそういったね、なんかちょっと心が痛むようなマーケティングをね、あの、することなく、その自然に気持ちよくね、あのマーケティングをしてね、本当にね、お客様から喜ばれるような、そういった商売がしたいのであれば、 まずね、先に価値を提供する、すべてのマーケティング、セールス活動において、相手の役に立つ情報をまず提供するっていうことが、一番自然に売れるマーケティング戦略であり、セールスの戦略なんですよってことをね、えー、ぜひ覚えておいてください。それをぜひ実践してほしいなというふうに思います。っていうお話をね、僕の書籍、ソーシャルメディア動画ブランディングの中でもしておりますので、まだ読んだことがない方はね、あの送料だけでお渡ししています。まあそのね、たまに海外の方からもご注文いただけるんですけど、本当に 390円で完全に僕送料赤字なんですけれども以上お届けしますので日本全国だけじゃなくて海外に住んでる方も結構ですのでえぜひねまだ読んだことがない方はねあなたのご住所に世界中どこでもお届けしますのでえぜひね読んでみてください今回お伝えしたようなねそういった先に価値を提供してファンを作ることで簡単に商品が売れるんですよとそれをね動画を使ったりして今の時代にねあのファンを作って簡単に売れる方法っていうのをねこの書籍の中でお伝えしていますのでぜひ読んだことがない方は、ね 詳細欄にリンク貼っておきますのでぜひ読んでみてくださいという形でねちょっと久々に動画撮ってみたんですけどいかがでしたでしょうかまた次回の動画もね楽しみにしておいてほしいなというふうに思いますチャンネル登録まだの人はチャンネル登録とねあとこの動画に高評価をしていただけるとめちゃくちゃ嬉しいですそれではまた次回の動画でお会いしましょうまたねバイバーイ